よし、続きやっていきます。第70話異星の騎士。エイリアンの歩兵部隊が市街地を攻撃しています。コンバットフレーム隊と共に進撃し敵部隊を撃破してください。これは覚えてますね。5でもあったマップで、67話、まあ今とだいぶ近い、まあ関係ないか67話、5でいう67話です。でまあ内容はグレーの重装グレー来たんっけ、 あのガトリングとかミサイルランチャー持ってるやつにしても、今回あれやな、村主おらんね、やっぱり強すぎたか俺ずっと暴れとったもんだよ5で、村主っつってまあ出てきたら出てきたでそう面白かったんですけど、ちゃんと一番強いまでもあるからねあいつ本当に。はい、ってことで単体相手に強いのはエアレイダーなので、これでいきます。スプオーバー持ってで真ん中のがバルジレーザー本当は使いたかったんですけど、ちょっと全体的にリロード長いやつ持ってくるとまたしんどくなっちゃいそうやったので、あのドローンのやつのバルジレーザー持ってきました。ビームキャリア M2L です。で3つ目がライオリック持って、最近よく持ってきてるワイルドウォールトーチか、まあグレイ相手ならガンガン撃ってくるのでこれでガードしながらって感じですね。でコンバットフレームは変わらずレーザー型のやつですね。エイレンいきます。さすがに内容は絶対変わるわな。でも案外重装型のグレイは初お、あワンチャン、えワンチャンこれだけで色変わった、これ刺さるのよ。そうそうそう、鎧終わったらもう勝ちやしね。だいぶこんがり上げる前のなんか衣みたいになってる。あでもちょっと弱い、あでも終わった終わった終わった、鎧割ってしまうもん強い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 、うん、しかもかなり長く使えとる。まずはまあ前哨戦やわな。みみみみみで、ライブに行こう。そろそろ来るか。あスポーバー行こう、スポーバー行きます。はい、ちょうどいいとこで、ライオニックも来てる、ライオニックも来ておる。ブラッド1やら2やらなんか言っても、はい、ちょなんだショットガンのやつか、やったら痛えと思ったら、あトーチか、トーチか、あこれ俺のやつかラウニック敵揚陸戦を確認。あいやいや、ちょっと下手が出てしまったな。これ多分新型のやつってことやろ。5でもエアレーダーでやったな。やべ、ライオニックちょっと温存しときゃよかったか。トーチか出したろうか。ああこの角度この角度、投資家いくよ。はい、でスプオーバー、あーちょっとこれもなかなかリロー長えな。やっぱバルジ強えからか。来た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 けど村にしておらんな。ああサムネより前出してみようか。あ変わらず案外、あこれウォールどうなっとる。あいって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 、ちょっと投資家にはもう入るしかねえ。よろしくおばさん、よろしく。おガードするガードする。え割といい感じに投資家入ってないこれ。お頑張れ頑張れ、あやべやべ投資家投資家やべ何もできん、みんな頑張って。あフレームすぐ終わったな。頑張って、やべ何も回復せん、何も回復せん、どうしよう、ガリガリのやつおる。みんな頑張ってよ、ちょっと待って、ライオニック復活すれば、あのミサイルのやつに襲ったそうやな。いやすごいな連射が。とりあえずドローンからは早く回復しそう。
あ、ガリガリちょガリガリ君からやるか。あ、くそ、俺狙ってっか。あー、ヤク何か回復してバルジで行くべきか。ラウル来た、ライオニック。ちょっと案外まばらか、案外まばらただ一方向で固めれた。まずこいつからよ。かかかかか、いけ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 、いったか。やべ、いったに全部持ってかれた。いや、いけ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 、トーチかー。で、ビーム、バルシ、うちし、え、なんで、あー、あれか、ミサイルのやつか。だいぶガリガリやん。いけ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 、いや、やっぱ硬いんか、硬いわな。ちょっとフレームも来てほしいな。全然統治家生かしてない、全然統治家生かしてない。やばい、あっ、ジム遅い。よし、帰ってきました。いや、ちょっとまた盾と剣で来てみたんですけど、ちょっといつもと違う補助つけてみたら、これやばいもん。そう、無敵になったんですけど、まあ、食らってるっちゃ食らっちゃ、すごいな、ノックバック。これは、え、無敵やん。正面向いてる限り無敵、まあ、全然やってる人には当たり前のあれなんやろうけど、これやばいな、全然食らわんやん。あ、てか反射すればいいか、これ反射したら、そう、ショットガン相手に全然。お、マシたマシた。でも硬いな。ただやっぱ刀シンプルに使っとって気持ちいいからな。男としてもなんかテンション上がるし。まだ来てる。あ、渋て。まだこう。まだこう。まだこう。あ、いけ。てかちっちゃい火薬さえあればもう無限に生きていけるやんけど。ただまあ前回使った時は3000近くあったから、消耗が。あ、でもあれか、そっちよりこのダメージ軽減を指離さんだけは無敵なんやけど。これ始まったわ。ちょっと背中に置きたくないな。ちょっと背中、こいつをさっさと倒して、引いていく。待て、ここに3人おる、ここに3人おる。なんとか行った、お前とかな。ちょっと見え、マジで見え。どこどこ、これか。めっちゃ見られてる。あ、盾が切れた。本格的に盾のリロード、全部ボディに入って、あ、ダメか。おい、まずしまった、縦リロード中。よし、帰ってきました。いや、もう縦メインの装備、これちょっと始まったかもしれない。ちょっと、うん、背中さえ向けなければ無敵だこれで。ちょ、中距離の武器も持ってきました。まあ、ダメージは受けるけども、このまま中距離でやってもよし、うまく、全然食らってない、食らっとるようで進めで、この武器も強いしね、ガリオン軽量機関砲、まあ、いつものドカーンって撃つタイプの細かいやつかな。うん、スポポだった。いや、問題ない。いや、これでいい。めっちゃ使いやすいし、この、しかもこの銃。一発160ぐらい出るやつ。方向さえ気をつければ。あと、縦のリロードか。あ、そうか。さっき縦のリロードで死んだんか。そう。
縦のリロード中はもう一個の方を使えばまたいけるから、であと隙を見て縦を回復してあげれば、無敵やん、本当に無敵。ちょっとこれは向きすぎか、見てやろう。なるべく真正面で受ける。左から来とる、みんな左から来とるよ。左敵が強すぎます。こっちじゃあ俺こっち行くわ。うまく近づければ刀使いたいけどね。行ったか、あ、裸なっとる。やべ、ちょ方向が、あ、そう、路地に入った方がいい。ちょ、路地入ろう。で、盾回復しちゃうか。そう、盾のリロードの方法も分かりました。います。あ、刀の距離、刀を軍曹が仕切ってくれてる。なんでこれ崩れてくる。ちょっと背中は絶対、おお、こっち待った、この方向どう。背中か、あ、足切ったんか。あ、ここで俺死んだのか、さっき。あと、背中、やべ、今度また逆の背中。そして中国大陸にかなり数が降下しています。背中。あ、中国の話。我々は拠点の大半を失うことになるでしょう。中国でも空気悪いからなんか勝てたとかって、ま、あ、やべ、だ、縦回復しない。こっちの、いや、縦のリロード結構かかるね。早く餌取ってあげるから。刀の方は元気やろ。ちょっと練習やな。いや、ほんとちょっと突っ込みすぎたか。真正面、あー、左手。真正面に捉えれれば、背中に、コイルなのよくない。ちゃんと背中は誰もいない状況です。おお、問題ない。てか、ヒットポイントマジで減らん。これは中距離だ。おお。始まったかもしれん。そしてちょっとこの可愛いチョコモカ移動する感じもいいよ。レベル上がれば、もっと早く移動できるし、なんならもっと暗くなる可能性もあるってことでしょ。これはありがてえ情報聞いたなあ。いつも本当コメントありがとうございます。こういうことでいいですか。いや、これならだってやれる幅広がらず、何よ、蜂とかも多分やれそう。蜂の針なんても確かにやる、こんなもう全然打ち合いできるしね。どっか行く、見えてる。全然見えてる。さすがに勝ちでいいから、ここは刀の距離。移動しがよかった、リロードしておけばよかった。どこ行く、降りてこい。降りてこい。しぶとい、もうだいぶすっぽんぽんやけど、真上から、いやー、グレーのぶつ切り。ああ、すぐクリア。いや、これちょっと強いぞ。クルールとかでもやれるんじゃない。